はい、動画でやってるんだ。久しぶりにライブやります。エルキンズ。そうですよ。佐藤さんはでも結構やってるんじゃないですか。この間は先週東京さんも。でもエルキンズはやっぱじゃ何年ぶりだろうね。2年半か3年ぶりかぐらい。まあ、エヴァちゃんもダンサーで、エルキンズもダンサー。そうね、エヴァちゃんも出演です。枠にはまんないかな。あのエルキンズもそうなんですけど、ドトキンズだいぶ卒業だったよ、何年ぶりか。前にさ、オルガンまでやって以来、あれ見たのさ、3年ぐらい前。もっと前かな。アーティーがダーちゃんって言ったのエヴァちゃんの声3年ぐらい前にあれ、うん、もっと前かもしれないけど金額の2年があるコロナの2年があるので、なんでライブやるかっていうと、長いねいつの長いの8月6日、ビンセンスの新井健の、7回駅なんですけども、そちらの7回駅のイベントとして、クラブ Q そうした、はい、でやります。でそこで、新井健にゆかりがあるバンドっていうことで、出させてもらいます。ドドギンズ、ドドギンズで、清水さんとドドギンズ、清水さんもやります。清水も、清水はだからドラム3回まあ、でも、そうですね、3回やります。まあ、だからドドギンズ、清水、エロビスの、ドラムはキーはエロビスエルキンズ、はい、ドトキンズ、キヨビス、エルキンズの、3本立てをやりますんでね。佐藤さんみたい、3本立て、はい、ぜひ、興味ある方は来てください。多分100名限定とかな感じでやりますんでね。はい、はい、で、チケットはなぜかもうあります。ここにアラジムタクシーも扱ってますので、限定8名だけど、1日チケットあるのが多分いいんですよ。何枚でも売ってて、40枚ぐらい売ってたでも、そこから売ってないから、あんまり。あとね、E プラスだったかな、忘れたけど、なんかね、詳細はね、まだね、載せてないんです。これ7月1日で発表するんで、詳細は後で載せますんでね。スペシャルゲスト、はい、新井健といえばあのバンド、うん、スペシャルゲスト、はい、という、ゆかりのあるバンドがいろいろ出ます。まだ秘密です。